です。こちら2冊の本ですね。投資バカの死亡本と40代から知っておきたいお金の分かれ道。この本に共通していることが、これから日本って、まあ、金融緩和って言ってお金をね、現在あるお金をまたジャブジャブ吸って増やしていきますよね。まあ、そうなってくると、これを1000円で売られていたものが、まあ、今のお金の量からまた金融緩和で10倍になりましたってなったら、この本を聞いて1万円の価値、1万円の値段がつきますよね。この本の価値自体変わらなくても、まあ、全体のお金の量が10倍になれば値段も10倍になるしっていう、まあ、単純な話なんですけど、そんなお金をジャブジャブ増やしていくと、まあ、なんだろうな、貯金してる人に対してはひとたまりもないじゃないですか。まあ、2000万貯金してる、1億円貯金してもいるかもしれないし、その人たちのこの貯金が、まあ、信用という量が減って、まあ、実際ジャブジャブお金を吸られていると減っていくわけですよね。あくまで貯金してる人たちが一番損するよって話なんですけど、それをね、いかにこう分散して投資をした方がいいかっていうことを考えさせられます。こういう投資系の人と今で言ったらどうだろう、金融に投資するのもいいし、ただマイナンバー制度が始まるから、買うときにその提示を求められたりするみたいですけど、ただあとどれくらい先なのかな、早めに買う人は買った方がいいと思いますけど、あと株だとか不動産を買って、まあ、それで資産運用した方がいいんじゃないかなってことが思いますね。一度投資系の本で言ったら、単にお金の情報の、まあ、リテラシーを磨くっていう意味ではこの本は買ってみた方がいいと思いますよ。それでは。